で1年間でしたけど、本当にすごく楽しくて、ここから来てきました。まだまだ今日は必要になると思います。みんなの皆さんも、今本当にチームを成長すると思うので、僕も本当に負けないように頑張っているので、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。4年間という短い間でしたけど、水戸で参加できて、もう幸せでした、ありがとうございます。今日は本当寒い中、こんなにたくさん来てくれて、本当に感謝しています。僕はプロになって、57年くらい経ったんですけど、まあ、最初の頃から、ファンの人と、なんかこういっぱい応援される選手、まあ、少ない人でもいいから、こう心を通じ合うような応援をしてもらえる選手を目指して、まあ、やってきて、非常に来て、すごくそういう、ファンの人が増えたなと思います。本当にありがとうございました。まあ、僕の先はまだ決まってないんですけど、まあ、ちょっとゆっくりして、決めたいなと思います。ここにいる選手も本当まだまだ、今年はね、監督に使われたかったりしてこう旅立ちますけども、絶対やってくれる選手もあるし、まだまだやれると思うんで、どこ行っても応援してください。今日は本当にありがとうございました。